供え物を手に本堂に駆け込む男たち。東島ヶ原の菅野大寺正月堂主将営と呼ばれる行事です。供え物の一つは木の皮に栗やみかんなどをつけて鬼の頭をかたどったもので祈祷と呼ばれています。関の戸は練り込みの前に直来を開き、酒を飲んで気分を高めて練り込みに備え、お供え物を納める時には勢いよく奉納します。鬼頭、五重の松、法然俵、ひばり売り、絹巻、鳴り花、代表といった供え物を納めました。そして供え物を納めたことを本堂に知らせるため、一行は数え歌を歌いました。お供え物を少々乱暴に納めるのは、稲盛観音と呼ばれる本堂十一面観世音菩薩を呼び起こし、春を呼ぶためとされています。豊穣と厄除けを祈るために主将営が東大寺の二月堂のお水取りに先駆けて行われました。その年の五穀豊穣と厄除けを祈るこの祭りは、三重県の無形文化財に指定されています。穀物を守り、劣化を絶えさぬよう一晩中見守る銅板がいます。住職や地元住民によって境内で餅まきが行われ、多くの人でにぎわいました。